いらっしゃいませ。当店では最低でもセット料金6,000円、サービス料金2,000円が必要となります。また別途指名料2,000円が加わります。ご指名はいかがいたしましょう。空ですね。少々お待ちください。失礼します。はじめまして、台湾出身の空と申します。ほう、なかなか日本語が流暢だな。ありがとうございます。もう日本へ来て10年以上経ちますので、だいぶ慣れました。私、お母さんが台湾人でお父さんが日本人のハーフなんです。なのでお父さんに日本語を教えてもらいました。そうなのか。確かに言われてみれば少し日本人寄りの顔立ちをしているような気もするな。ありがとうございます。あの、お客様の名前を教えてもらっていいですか？ああ、キリュウだ。キリュウさんですね。今日はよろしくお願いいたします。よろしくな。私、キリュウさんはそういうこと言わない人だと思ってました。本気で好きになりかけてたのに。何？あ、いや、違うんだ。冗談です。私結構束縛器なんですよね。束縛器？なんだそりゃ。俺はカズマッキーだ。え？あ、はい。なんでもない。了解です。じゃあ今日はしっぽり飲みましょう。ありがとうございます。キリュウさん太っ腹ですね。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。もう冗談でもそんなこと言っちゃダメですよ。女の子は本気にしちゃうんですから。一緒にアニメとかゲームでまったりするのもいいですよね。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。ムフフのお店って何ですか？それはだな、その世の男たちの憩いの場というか、その中には女にナースや警官の格好をしてもらったりしてたな。あ、コスプレのことですか？何？ムフフのお店ってコスプレショップのことなんですね。それなら任せてください。今度一緒にコスプレショップを案内してあげますね。ああ。はい、你好。
桐生さんって年末は何か予定とかあるんですか？例えば海外への旅行とか。いや、特にはねえよ。そもそも海外旅行なんて行く方じゃねえんだ。そうなんですか。空は毎年海外へ行ってるのか？よく行ってるんですけど、私の場合は旅行じゃなくて台湾の実家に帰る感じです。そうか、空は台湾出身なんだったな。はい、私昔から家族が大好きで、今でもちょくちょく会いたくなるんです。桐生さんはどうですか？ご家族のことは好きですか？俺は親の顔も知らねえんだ。え、そうなんですか。なんか私ごめんなさい。いや、いいんだ、気にするな。別に俺は何とも思っちゃいねえよ。それに本当の親の顔は知らねえが、家族同然の奴らとは今までたくさん出会ってきた。そいつらのことなら家族以上に大切だと思ってるぜ。そうですか。家族のように思える人たちがたくさんいるなんて、素敵な出会いをされたんですね。ああ、空も自分の家族はもちろんだが、そういう出会いがたくさんあるといいな。そうですね。桐生さんとも家族みたいになれたらいいな。俺もそうなれればいいと思うぜ。